無事終わる、終わってしまいました。本当にいただきます。ご飯を食べます。動いたんでお腹が空きました。皆さん、サイリウムありがとう。タオル、誰だ、ひろひろさんありがとう。ね、ひーちゃんってどうしてあんなに綺麗な涙なんだろう。本当に ドラッグ野郎さん、星様キラキラありがとう。そう、ひーのあれが終わってから、配信が終わってから配信しようかなと思って、さすがにね。あっ、私なんていつでも配信できるんですから。はい。ゆーちゃんの最後のこう、最後の配信。アヒアラさん、ピンクサイリウムありがとう。最近は差し入れ生活です。完全に嬉しい。今日どら焼きなかったかも。そういえばなんか一時期物議かもしてましたよね。まあいいや。いや、なんかもう本当にどうしても生魚が食べたい気持ちになっちゃって、そう、生魚をゲットしたんですけど、なんか蓋の裏に醤油をかけるかかけないか論争を起こってましたよね。いつぞやツイッターで。別にいいじゃん、かけろよって思うんですけど、ね、まあそんなことは置いといて。エダッシュさん、ラブタオルありがとう。バタフライエフェクトさん、キラキラ、キラキラじゃない、サイリウムありがとう。 そんなことは置いといて、美味しくいただきます。本人が思うより周囲からはダンス面って評価、ひーちゃんが、いや、ひーちゃんはもうダンス面ですよ、普通に。本人思ってないの？やばすぎ。あなたダンス面じゃなかったら誰がダンス面なの？そう、お皿ない、全部割っちゃった。
お皿なんてもういらないって全部割っちゃった。そう、正解。ちーちゃんラブタオルありがとう。回して回して、ペロペロ回して、やばい、これ歌ったらバンされる。ハルピョンが、私はダンス面じゃないです。ひーちゃんの卒婚についてもここで、まあ夜なんでね、これまで夜配信なかなかできなかったから初めて触れるんですけど、初めてじゃないか、ちゃんとしっかり触れるのはあれなんですけど、私チームエイトで何かダンスとかかわいいセクシーとか手分けられる時、ちょっと待って、天ぷらに塩かけたくなっちゃってごめん、うん、そう8でそうやって分けられてた、結構いろんなね、まあ8って人数が多いんで、そうやってそう16人曲をまあ3チームぐらいで分けることが多かったんですけど、絶対可愛いに言いました、可愛いとかアイドルとかそういう系なので、私本当にこれまでこの10年間避けてきたダンスナンバー、メイクノイズとかを初めてやったんです、今回のコンサートで。もうずっと10年間私は通らなかった道をそう、もう避けるようにして10年間アイドルやってきたのについに初めてここでやって、そうだからその他のね、なるちゃんとかさ、たおちゃんとかさ、みんなやったことあるわけ、エイトメン本当に全員やったことあるのよ、メイクノイズ。あやねちゃんもやったことあるの、そうあったの、私だけなくてそうだから他なんかメイクノイズはまあやったことある人はさ、もう本当にむずすぎて振りが、やったことある人とやったことない人が一緒にレッスンするともう無理みたいになるんですそうだからやったことない人が先に振り入れして、やったことある人と後で合わせましょうみたいになったんですけど、あのやったことない人のレッスン、私とエイト以外のメンバーみたいなそうなかなかおもろい光景でした。しそれでもできなくて、私それでも私どうしてもできなくて、なんか別日に参加できなかったメンバーの歩行があったんですね、そこにも参加させてもらいましたもん。できなさすぎて本当、1回のレッスンじゃ無理すぎてでも今回やったからもうこれからはいつでもできるん、もう忘れたもう忘れました、すいません、もうできなかったですやっぱりおもろすぎ、毎日踊ってたから3日踊らないと忘れる、最高。橋本最高
おもろすぎるやろ。違う。嘘でしょ。そんなことある。おもろすぎる。さすがに。沼さん髪黒い、こん時なかったどういう顔で泣けばいいの、誰かのことを私だけ見ます。縦なら私だけ見れるか。前からの方が、いやでも前からだとね、あんまハルケン見えないんだよね。踊れてなさすぎ、ウケるちょっと見てください。どうどういう顔で、あれどう、もういいや、踊れてない私を見てほしい。真っ黒で黒のこのこれです。私いきますよ。ちょっとめっちゃ画面反射してる、こうやってこれでいいめっちゃ画面反射してるけどいい、ちょっと許していきます。ちょっと前から、どういう顔で泣けばいいの、誰、あ、もう諦め、あー諦め、あーできません、あーできませんあーあー諦めてるおもろすぎるやろ諦めてるもうだってデータ、これ私ね、あ、はい、できませんでしたあ、ででででででで、ちゃもろい、自分の踊れてなさに笑いが起こりそう。よく練習したよ。でももうできるんで、いつでも、いつでも入れてください。ポジション変えないでください。でもこれはむずいっすよ。むず曲、守りたいこの笑顔、ありがとう鉄道ナイトさん。エンドロールも諦めてるの。同じ日だし、もうね入ってこないのよ同じ日だと。
っち私、こっちひーちゃん。あだだだだあだだあだ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 だだこっからもっと諦めるよ。あだだだあ足違うし。あーなんか足キモい。遅い遅い遅い。このたまはイエーイエンドロールでで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 。ここだけでもここはできてるの。ここはできてる。めっちゃおもろい。ボロボロすぎて。ここもおもろいっす。奈良の手がかりを。はい棒立ち。いやもうめっちゃこれを見ながら自分踊れてないなって思いながらひーちゃんを見て練習しました。いやこれはレッスン中は警察別に逮捕しないんですよ。そう例えばそれが投資とかになった時に逮捕される。そうこれが投資とかちゃんといや仕上げてこいよって時になったら逮捕されます。はい私は多分最初の逮捕者10年前の。でももう忘れて平気。いつかやるときに思い出せば平気。でもむしろこんだけ練習したからもう忘れない。うん。とか言ってエンドロールじゃなくてなんだっけメイクノイズ忘れてたけど。うん。もちろんレッスンは必要ですけどね。思い出しレッスン。いつでもマイクないぞ。いつでもやりましょう。もうできるから。ここ出しちゃった。さっき。ドボンライブ入ってるかもしれないじゃないですか。なんでみんなそうやって入ってない前提で喋るんですか。入ってるかもしんないじゃん。卒コンは見逃し配信ありますよ。アーカイブ在庫で。多分ハルペはもう映ってないけど、まあそりゃそう。でも間違えた感想。卒コン感想間違えた。普通にエンドロール今日はちゃんとできた。警察に捕まる。
神奈川4人めっちゃおもろかった。東京が多いわけじゃないんだね、神奈川が多いんだね。逆に思わない。そうなんですよ、ゆきりんさんとの初笑顔の輪いただきました。嬉しかった、緊張した。でもなんかあれも県いうところもゆきりんさんがお隣だったんですけど、ゆきりんさんがめっちゃ可愛くて、鹿児島ってどうやって言うのってめっちゃ可愛い。うん、でも本当にポーズも何でも、もう言い方ももうゆきりんさん次第です、もう何でも大丈夫ですそう、なかなかないじゃんそりゃそりゃないじゃないですか普通に。茨城もね2人いるんですよ今日、2人いたの、りんちゃんとまほちゃんそうすごない。すごくない普通に。でもなんかこう富山と山口とかをきなんか栃木とか聞いてるのがすごいなんか安心した安心しました。めっちゃなんか神奈川が続いて、やばいやばいやばい、神奈川でしかないと思ってたら突然の山口来てほっとしましたあ山口みたいなほっとした、すごいタオちゃんに、うん、神奈川もう一人誰だ、神奈川4人誰ですか。あ、沼さんって神奈川なの、知らなかった。てかよくわかったで、私がその3人思い浮かんで沼さんだけ思い浮かんでないってよくわかったね。ちょっとあれかなと思ってそう言うのやめたんだよねちょっとあの誰なのか分かってない人を言うのあれかなと思って言うのやめたんですけど、ゆりさんが思い浮かんでないってすぐバレてしまいましたすいませんすいません。バレてた、くそ。東京2人、東京温泉は埼玉でしょ、東京っぽい人を探すね今。愛ちゃんはだって千葉だもんね、ロッテだから。で秋山ちゃんも千葉って隣で言ってた。ズッキーか、東京っぽい人。あ、正解、ズキさんって来てる。東京っぽい人とか言って東京顔だね、確かに2人とも、うん、ジュリちゃんキラキラありがとう、すごっ。
ぽくない？東京っぽくない？ズッキー都会って感じ。顔じゃわかん、いや田舎からすると顔でわかるんです田舎民からすると顔でわかるんです、東京が丘そう、でもなんか今日千葉二人が千葉二人、秋山ちゃんと佐藤愛ちゃんが、いや千葉なんでみたいな、千葉のどこなんで、いや私どこなんでみたいな、お互いで千葉マウント千葉マウントを取ってたんですよ二人で。で私とコヒちゃんで、いやうちらからしたらどっちも東京だよね言ってました。うちらからしたらどっちも東京だよね、なんでもいいよどっちも都会だよまあ私からしたら北海道の方が都会なんですけど、どっちも都会だよ。埼玉も東京です。神奈川も東京。千葉も東京。お茶出しと、んのね、何言おうとした？あ、ひーちゃんのスウェット欲しいって言ってたじゃん、うち言ってないんですよ、ひーちゃんに直接は言ってないけど、もらえた、みんなもらえた今日、嬉しい。うん、ひーちゃんが CM やってた、トウモロコシひーちゃん、そう、そしてこちらフォトブックもちょっと後で見ますね。ご飯食べてるんで今。え、すごっ、13万のブラウス着てんの、やば。あのフォトブックの中でね、やばない、13万のブラウスと12万のスカート履いてますよ、この衣装やばひー、すごすぎやろ。んなことある、
すごすぎて怖い。逆にうまい棒何本買えんだ。え、書いてある値段値段全部書いてある。嬉しい嬉しいか嬉しいかよく分からんけど、え、パパとママめっちゃ顔公開しとるやん。後でもっとしっかり見ます。ちょっととりあえずご飯を食べる先にいただきます。フォトブックと写真集の違い一緒じゃない多分。あれだからさ、世界の本棚なのでフォトブックって言った方が通じるやん。うん、おやす送ってない。え、今日メール送ってない。ごめん。ハルピョン来た。あ、そうだ、朝送ったわ。よかった、朝送っててよかった。灰になってしまうよこのまま、私が、え、チーム8で私が一番今あれなの、一番名前遅いってこと。え、やばくない。なんとマジですか。え、あいうお順五十音順。え、嘘でしょ。でもだってひーちゃんの隣誰もいないもん。ちょっとドボンで確認しますね。え、そんなことってある。おが多いんだよね。まずおがめっちゃいる。あ、てか一押しガチャ引ける、引いちゃおう。ついでにコレクション大西桃香、岡部凛、小田恵里奈、小栗、あ、大西桃香、岡部凛、小栗優衣、小田恵里奈、行天より奈、倉野成美、下尾美宇、高橋彩音、長野聖梨香、橋本春奈、本田仁美。終わり。でレミタンと日向がドボン。レミタンと日向はちゃんと入った加入期の位置にいるんだね、すごい。ドラさんの後なんだこの二人は。私一番最高なの。いやマジか。出席番号順で並ぶとき一番後ろ、一番後ろ。確認の仕方がドボン、わら。マジでそれな、マジでそれな。京香ちゃんって昨年末だったんだ。そうなんだ。ほらこの間のお話し会はいたからさ、もうなんか誰がいつどのタイミングで。そう、むずいよね。
着いたらね、チャもね卒業してたし、まあ、チャとはねちゃんとありがとうって、どうもライブ頑張ってくださいってずっと言ってくれてた。ありがとう、嬉しい。今日の束感良さげ、え、でしょ、めっちゃ時間かけて作った今日の束感。ジャックヤローさん、ピンククマさん、サイリウムありがとう。まつげバサコ、そっか、そうだからちょっとね、しかもセットアップをねセットで、あ、まあそりゃそうか、セットアップをセットでいただけたので、アイラインも良さげ、嬉しい。ちょっと今日長めに引いてみた。え、ちょっとこのまま波動出たいから今すぐ波動やりませんか。どうです、今日めっちゃねメイク調子いいんです。どうです、あ、うさぎつけよう、明日うさぎ持ってこ、台場集合。あの髪飾りは一応持ってく、うん、ちょっと迷ってる髪型どうしよう。30分ギリでちゃくれる、何、どういうこと、何、ちょっと待って、日本語日本語喋って横浜お台場、秋葉原お台場、そう、その次の日秋葉原ね、やばい、お台場と秋葉原交互に行ってるうちどうしよう、お台場と秋葉原交互に行ってんだけどねえお台場と秋葉原交互に行ってんだけど、お台場と秋葉原交互に見ておもろすぎるやろ。え、見てください皆さん、ちょっと私のこの、どう、急に着替え始まった、あ、めっちゃヒートテック、こんにちは、ヒートテック、こんにちは、ちょっとヒートテック隠しますね、ヒートテック隠しますね。見て、ひーちゃんのこれもらったんですけど、卒業コンサートの時に、見て、サイン入れてもらいました、イエーイ、もう洗えない、もう着ない、もう飾る、もう洗えないから、すごくない、もう世界に1枚だけです、こちら、嬉しい。そう、なんかメイクさんたちがサイン入れてもらってて、卒業コンサートの時にゆいりさんも入れてもらったらしいんですよ。そうで、それを今日着てて、ゆいりさんが、え、いいなって言ってて、ヒーに、ヒーと今日楽屋が隣ではなかったんですけど、隣の隣でめっちゃ近くて、そうだからヒーに、え、入れてって言ったら入れてくれました、いいよって。アイちゃんと私と、嬉しい、名前入り T シャツ、名前入りサイン入り T シャツ、今日着ててよかった、何の音、今の音なんかラッパみたいな音したんだけど、ひーちゃんのフォトブックの付近から、え、怖い怖い怖い
怖すぎはみたいな音したんだけど、怖すぎ。何の音だったんだろう。確かに、ちょっと待って、ここで脱ごうとした、危ねT シャツ脱いで今ロンティー着ようとした危なすぎる。着ときます、これを。いや、これも汚しちゃダメなんですけどね。めっちゃ最近お気に入りのトレーナーでも、まあこっちを汚すよりは絶対にひーちゃんの壁写真の画像が広まると必然的に隣に飾られているハルピョンも広まる。よっしゃよっしゃ。よっしゃ。え、でも壁じゃ外した後の写真だとエリーしか写ってない。ダメやん。ヒー、まあこのヒーのツイッターが広まってくれればいいのか。聞いた、聞こえるだろう、青い車両が。なんかでも今日19人だったんですけど、あれが楽屋が、なんか人をってなった本当に。人をフフ酸素足りなすぎた。そうだから、もう少しで、まあ16人になるんですけど、無理よね。まあ今日そのいつもだったらメンバーが座れるはずのところも、まあ一席メイクさんが使ってたので、ちょっといつもよりはぎゅうぎゅうではあったけど、それでも言うて言うて変わらんよみたいな感じ。え、楽屋ちょっと増設しませんか楽屋増設お願いしてもいいですかね。まったりさん、大好きくまさん、ありがとう。すんごい、楽屋増設の話してたらくま来た。タワーだよね、これ。これタワーだよね。タワー、タワー、ありが大好きくまさん、タワー、まったりさん、ありが大好きくまさん、タワー、ありがとう、ありがとうございます。あ、え、ねえ見て、あざが、あざ痛そう。
47の最後のてて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 てリリリリリリリドゥーンのところのあそこがマジでダッシュで、リハの時にもう間に合わなさすぎて本気でダッシュしたら、ちょうど私セリとセリのちょうど上に膝をつく形になってしまって、そうだからちょっとねボコってなってるんですよ、セリとセリのところって。だからそこにゴンってぶつけて、いったーってなるじゃん。でもまあ大丈夫っしょみたいなって思ってたら、しっかりあざになって、明日拝んでくださいこのあざ明日このあざ拝んでください、ぜひ。ぜひ波動で。頑張った証拠です。今日の調査隊ハルピョン結構出てたよ。待って、私今日調査隊あった？うち今日調査隊やったっけ？あれ、私今日、あれ今日私調査隊？振り返りの回？何？そんなのあったの？え、聞いてないんだが。言ってよ。ファンの皆さんに言えたじゃん。言ってよ。そんな回あったの？あ、あれ？なんか言われてた。あ、違う、その調査隊の話じゃなくて、テレ東さん最近聞いたよね、公開になってました。次回1月30日25時半からの AKB48 最近聞いたよねはですね、年女が巡る開運ツアー in 横浜中華街ということで、橋本、聖奈さん、ずんちゃん、まほちゃんの2024年ほぼ年女が手相占いをもとに開運ツアーを行いました。ぜひ。ぜひぜひ。誰って言われてる、このナレーション。いや、めちゃみずみんって言われてるけど、みずみんではなくない？きっと違う気がする。みずみん、え、みずみんかな、分かんない分かんない。橋本っているから一瞬だけどっちのってなったうちの方が24歳、ワイが24、エリちゃんまだ若い、安心して、エリちゃんまだ若い。うん、申し訳ない、エリちゃんに。エリちゃん年女だったら12ですね。
と生魚だっけ、生魚言い方、エリちゃんは大人っぽいく見えるけど、なんか透明感が若そう、てか若い、うん、あと2回の年女で48か、おいおいおい、絶対その頃には JKB にいないから、もう 100% いないから、絶対卒業してるから。エリちゃん大人っぽく見えない、ちょっと、100% いる、やめないで、ピエン頑張ろう、おかしいおかしいおかしいよ、48はいないって、絶対いないって、じゃいてくださいね皆さんも。元気に今の姿のままでいてくれますか、卒業して地下アイドル、全然そのなんて言うんだろう、まだアイドルやりたいと思ってこういろんな道に進むメンバーもいるじゃないですか、でも私どちらかというとアイドルになりたいと思って AKB に入ったというより、 AKB になりたいと思ってアイドルに入なったみたいな感じなので、そうだから、なんか多分 AKB で満足したらもう満足かもしんないアイドルは、わかんない、その時にね、もしも卒業するってなった時に、なんかそのそれこそなぎちゃん、この間デビューしたなぎちゃんみたいに、こうやっぱ大人数のアイドルグループっていうより自分の曲があって自分の立ち位置があってみたいな、そう、そういうでちゃんとこう少人数で絶対にそのじゃあイベントに参加するってなったら絶対に自分が出れるっていうのが分かるじゃないですか、そういうのがやっぱまだやりたいなとかって思ったらもしかしたらやるかもしれないですけど、その時になってみないと分かんないですけど、私はでも私自身が AKB になった理由っていうのは、まあ普通に AKB になりたくて AKB になったので、あんま、しかもさもう23よ、来年年女なんで AKB で満足したらもう満足しそう、まあ大人、でももう無理、もう覚えれない曲とかも。うん、はい、星なんで読めません。星なんで読めません、子供、ぴょんちゃんの子供と AKB してくれたら親子推し、待って待って待って、ってことはえどういうこと、ぴょんちゃんの子供と AKB 続けてくれたってことは、待って、配偶者 OK？ 配偶者 OK アイドル。あれあれ、あれれれれ、絶対無理、今すぐ産まんと無理、今すぐ産んで子供12で AKB 入ったらまあギリ36。配偶者どこ、6918盛り上がりの中から探そうかな。そう、絶対無理、今なら間に合うかもしれない、今なら間に合うかもしれない。
サンキューアイドル、確かに確かに産休育休ですよ、うち1年ぐらい、1年半ぐらい、1年ぐらい、1年ちょっとぐらい産休育休、推しの子、確かにリアル推しの子してやってるやん。誰もが奪ってく君は完璧で究極の愛だ、リアル推しの子。ママピョンの呼び方か、ババ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 ピョン。ねえ、そうだ、ひーちゃんの話したいの、ひーちゃんの卒コンとひーちゃんの卒業公演の話したいの。こんなさ、私のさ、そんな配偶者アイドルなんて、配偶者アイドルじゃない、配偶なんだっけ、もう忘れた、産休アイドルの話なんていつでもできんだから、こんなどうでもいいひーちゃんの話させてよ、ちょっと今日はそういう日、もううちのそんな話、そんなどうでもいい話なんていつでも、もう来月にだっていつでもできるんだから、もう今じゃなくていいんだからひーちゃんの話をさせてください。ちょっとこれ生魚、ちょっとお腹いっぱい、後で食べる、生魚ぐらい夜遅くに食べてもいいでしょ。ということで、まあ本当にさっきも言ったけど、これまでこう避けてきたダンス曲をたくさんして、でも僕たちは戦わないは、初期というか、まあ、2000その発売された当時めっちゃみっちり練習したんですよ。こう寒急に震え、急に震え出した、めっちゃみっちり練習して、なんかもうだからなんか全然最近私こうコンサートとか公演とかでもやってなかったけど、全然なんか体が覚えてましたね。そう、いやなんか自主練とかじゃなくて、本当にもうその2010何年発売された当時チームエイトでやりますってなってめっちゃ練習した思い出、あのレッスン場じゃなくて、覚えてる、岩手ツアーでやるってなったのかな確か。めっちゃやった、めっちゃ練習した、もう懐かしいもん。だからみっちりやった曲は覚えてるんだきっと、何年後にやっても。だから47の素敵な街へなんてさ、いやまたなんか飛ぶんですけど、こんだけさもう何百回もやってるんだからさ、絶対死ぬまで覚えてるよね。死ぬまで体力、体動いたら絶対踊れる自信ある、もうどんだけおばあちゃんになってもってぐらいやってて、今日も47やらせていただいたけど、やっぱみんな言いたいことあったんだなって思いましたね。うん、本当に言いたいことみんなあったんだなって、みんな湧いてたもん、受けた。ミキリンさんが47のサビ難しいって言って、そうなんだ、うちら多分着替えてたからかな。47のサビはね、でも本当にいろいろ詰まってますからね。まず4で4、これもう前も喋ったけど、4で10ってやって0書くんですよ。40で7の数って北海道本州九州し北海道本州四国九州沖縄みたいな、そういっぱい詰まってるんです。本当にダンスの先生がめっちゃ考えてくださって、私たちこのチームエイトの、まあ、初めてそれこそこう47の素敵な街へっていう楽曲をいただいた時にもう感動
したもんこれ聞いて本当に。なんか47のすって北海道、ここ北海道ね、ここ北海道、はい、本州、四国、九州、沖縄、これやってねってなった時、感動したのに。なんかその今回のリハの時にこうエイト以外の方々が先に、さっきと一緒ね、こうメイクノイズと一緒でエイト以外の方々が先に振り入れされたんですけど、あのもう感動してくれてなかった、全然。多分もうむずすぎて、むずすぎて感動とかじゃなかったもう先輩も後輩もみんなみたいなはあみたいなうちらはもうね、なんかもうはあみたいな。やっぱもうそれぞれがね、地元にそれこそこうなんて言うんだろう、愛着があるし、チームエイトっていうのが大好きだったりとか、こう日本全国回るぞみたいな感じの、すごいそういう気持ちだったからこそより多分感動したんですけど、もう全然感動してなくて、なんか悲しくなっちゃったそう、でもそんぐらい多分覚えるのがむずい曲なんだなと思って。うん、それこそ47作ってくださ、まあ基本8の曲作ってくださったあれ先生、同じ方々なんですけど、同じ2人組さんなんですけど、その方々が作られる、作ってくださる振りが私は一番好きですね。なんか愛がすごい感じる。そう、うん、アドレナリンもここに8、未だ進め未成年って8入ってたりとか、星空もなんかあるし、確か成功到底もあるし、西と東でなんか変わったりとかするし、ジタバタのあんな僕らがやらなきゃみたいな、めっちゃむずい曲なのに8入れたりと、すごっ47の最後、頭の上で輪っかしてピョンピョンしてるの見て、秋山ちゃんが真似、どういうことだろう、こうやってやってた私、もう分かんないよ。バッタもありますって絶対どっかに、馬の尺バタ心とか甘じゅう、勉強勉強しなさい、当然にやる気がなくなる、部屋の中が散らかしたくならない、ピョン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 、反対にいいことになっても私宇宙に病、ほっといてほっといて、一人でも生きてき大人になっても、君にす君に好きだと言われても、素直に態度に出せない、見つめられたら背を向け、本当は私も好きよ、えいってやってないっけ、ここ、あれなんか急に不安になってきた。君に好きだと言われても、素直に態度に出せない、見つめられたら背を向け、本当は私も好きよ、あれエイトってやってるイメージあったけど、あれやってないっけ勝手にエイト入れちゃってた。わかんないやすごい故障音みたいな配信しちゃってたでも基本的にそれこそさよならじゃないが一番めっちゃ愛多分感じてくださる。皆さんもこれ話した、前も話したんですけど、チームエイトに秋元先生が書いてくださった
楽曲の振りが全部詰まってて、蜂の巣ダンスとかも全部基本8だしねそうだから、それもそう作ってくださったのはその先生方なんですけど、やっぱこう愛を感じてたから、こう一緒にね、初期から同期でひーちゃんも一緒にやってきたし、私でも一番泣きそうになったのは、あの卒業コンサートのジワルデイズのひーの歌い出し、本当は今でもそばにいてほしいよ、だけど君を引き止められない、あれマジ泣くかと思った。でも私こう横向いてるんですよ、その時斜めっていうのかな、でなんかその時にあの舞台めっちゃマジでもう超うるうる来てて本当にやばかったんですけど、舞台袖にいるあのめちゃめちゃ普通にいつもなんかいらっしゃるスタッフさんとかと目合っちゃって、なんかあな、なんかなんか何戻っちゃった、うん、その瞬間戻っちゃった、なんかだからそう、あとタンポポの決心もちょっとやばかったですね。歌詞歌ってて、歌詞なんかいいなと思いながら歌ってたんですけど、目の前で号泣してるヒーのファンの方いて、なんか心配になっちゃった、逆に逆に心配になっちゃった、大丈夫かなみたいな、でなんか引っ込んでたそう。でもなんかヒーのさ卒業コンサートのスピーチを聞いてからのさ、このジワルデイズって結構なんかなんていうんですかね来るものがありましたよね。本当は今でもそばにいてほしいよ、だけど君を引き止める、いやおもろ、めちゃめちゃおもろ、ヒーの声って少し鼻詰まりの指原さんって感じの声ですごく似てるめっちゃおもろすぎる見つめ合うのに切なくなるんだ、不意に思い出がじわるで、水の風の桜の粒を見つけた時、そこを抜きたとした悲しみを乗り、いつし人は優しさのその意味に気づくんだ、本当は違う、ちっちゃちゃちゃ、君の瞳から涙が溢れたら、世界のどこにいたとしても僕が全力で駆けつけてあげる、だからし駆けつけてあげる、駆けつけてあげる、だから心配しなくたっていいんだよ、自分の夢を、ここだ、自分の夢をやっと見つけたんだろう、勇気を出して踏み出すんだ、君がいないのは寂しいけど、サンデーいつの日か会おう、めっちゃ良すぎ、ここがマジで、このフレーズがヒーってなった、そう歌いながら、なんか自分が歌ってるとあんまなんか大丈夫なんですよ、アイドルスイッチ入るんで。でもやっぱこうヒーの歌い出しを聞いてると、聞いてる、一聞いてる立場の女だったから、ちょっとねってなりました。とってもマジタンポポは結構うるったけどな、結構うるったけど目の前がなマジでもうなんか心配だったもんな、大丈夫だったのかなそう不安
ヒーのさ、いいのさ、今日私が一番すごく撮れたっていう写真見て、なんかありそう。じゃない？ちょっと段ボール気になるけど、ここのこれも可愛い。めっちゃいい写真めっちゃ撮れた。飛んでるひーちゃん。全部みんなにあげたい。全部ファンの皆さんにあげたい。ひーのファンの方に全部あげたい。この地面とこれもいいよね。これとかめっちゃ良くない？いやマジ我ながら iPhone15 にしてよかった。ツイッターって4枚しか載せれないの、なんで？急に。ほら。いいね。後ろから火。いや普通にソロじゃないや、なんだっけ、卒コン当日も結構私いい写真撮ってる。いやマジで本田仁美という存在がさ美しくて、おしゃれさんという素敵な衣装さん方がこんなに素敵なドレスをね作ってらっしゃるから生まれるこの美しさですよね、写真の。ありがとうございます。君が幸せになればいいってわかる、なぜだか生まれた景色がじわじわにじむ、yeah, 君の瞳から涙。なんかでもさ、いろんなさ曲の歌詞聞いてたらさ、なんか瞳っていうのが結構今回のひーちゃんのセットリストに入ってるなと思って、あれの時もそうだし、なんだっけ、さよならが言えないよ強がって微笑んだの時も、君は少しずつ黙ってる、その胸の悲しみに濡れた瞳に溢れそうでみたいな、
結構瞳映ってるじゃない瞳入ってんなって思いながらこう聞いてた、愛ね、愛ですよ、愛でしかないよね、本当に。つうことで11時だし、11時だし、31日もしかしたらカラオケ配信するかも、夜もしかしたら、もしかしてだけどです。30は多分めっちゃ短い時間てか、どこでやれんだろうって感じそうやばそう、普通になんかやばいんですよ。朝激早からまずレッスンあり、レッスン、とあるお仕事、公演、夜激遅までレッスン、何時間労働なんだろううち。そうちょっとね、しばらくはまだまだ忙しこちゃんが続く。だって3日も僕帯だるし、そろそろドボンライブのレッスンも2月に入ったら佳境ですし。え、3日のメンバーって発表されてたよね、うちこれ今口滑った、やばいやつ、うちこい、え待って、え、発表されてますよね、すごいもう何にもない空間に、え、発表されてましたよねえ、ほら発表されてる、よかった、今日ちゃんと見た、今日見てから言った、危ない、発表されてる、安心して、よかった、ほっとした今。3日はね、あれ、なんか書かれんのなくなったの、なんか誰ちゃらこう、誰ちゃらの初めての公演ですみたいな、なんか書かれてたよね昔、なくなったのかな、3日何も書かれてない、そんなことある、え、なんか飽きたのかなスタッフさんスタッフさん飽きたのかな、え、研究生公演には書いてある、2月最初の公演メンバーはこちらです、書いてあんのに、4月31は多分ナーミンのだから書いてあるでしょ絶対、30は30も書いてない、飽きとるやん、書くことなくなっとるやん書いてよ、
これを楽しみにしてた部分もあるのに私。ネタ切れですって書けばいい。それはそう、マジでネタ切れですそれでもいいのにね。2月3日は節分？違う？節分です。メンバーには豆を投げないように気をつけてください。そんなでいいのに是非豆を食べてから劇場に足を運んでください。2月3日仕事なのを恨んでいる今。恨めしや。恵方巻きはこの方角です。ぜひその方角のメンバーをたくさん見てください言ってみっちゃのバク展開3日で1万再生すごっ。ねえやめてよ、そうやってさ、なんかさ、ハルピョンがさ、もうさ、なんか意味わからんさ、意味わからんぐらいさ、もうさ2時間でバク転するっていうさ、もう謎すぎるさ、もうどんだけもう酷だよみたいなさそういうのだけさ伸びてさ、こう牛さんとさ戯れるさ、ほのぼの回伸びなかったらさ、またさハルピョンのさ、このディレクターさんがド S になっていくんですけどもうでもめっちゃ言われる、なんかバク転見ましたみたいな。吉本春菜のやってみっちゃ担当のディレクターさん全員ド S、 これまでもメイクさんといつも言ってます丸丸さんってド S ですよねって、あと本人にね、本人に言ってます。そうメイクさんがめっちゃキャピキャピキャンキャピキャピ系のメイクさんなんで、そうハルピョンまたなんかいじめられてるじゃんってめっちゃ言われる そう、うん、でもまだ本当にきつかった、本当に次の日マジで筋肉痛になったあの回はまだ放送されてないから楽しみですよ。本当に筋肉痛になったやつ。 BMX って何？バイク？それ BMW？ よくありますよね。 B やら M やら X やら何？わかんない。 BMX はチャリ、自転車。はい、バク転本当にすごかった。この手の挑戦どんどんやってほしい。やめてください。どうだろう無理なんですけど橋本。いやでもこのディレクターさんの上の方、プロデューサーさんがド S らしいよ
アルピオンがそう、まあ、でもこれを通してね本当にいろんなことができるようになったりとかしてるので、それはそれでめっちゃありがたい。そう、これできますあれできますって言える。そうそうそう、うん、これやりましたあれやりました、 NG しないハルピョン。いや違うんですよ、 NG 出す間もないんです。うち企画聞くのマジ2日前とかだから絶対アポ取ってる時点でさ、こっちにも言ってよみたいなそうもうそこも S なの。もうでも それやってみっちゃクオリティそれ楽しいからいいけど、そう、急に聞かされて急に服用意して急にやって急に放送されて、でもなんかこれがなんかでもそれでもなんかやってみっちゃやりたい楽しい、これかまだまだロケしたいみたいな、なるのもなるのは本当にもうなんか現場がね明るい、もう多分ほぼもう本当にメイクさんがめっちゃ喋ってくださるからなんですけど、現場が明るい、だから現場がすごい楽しい、だからやってみっちゃのロケ日が楽しみ、いつもこんだけこんだけもうなんか S 企画が回ってきてもやってみっちゃのロケの日が楽しみなのは本当現場が楽しいからですね。うん、本当にありがたい、めっちゃみんな優しい、カメラマンさんも照明さんも音声さんも、照明さん音声さん基本一緒だけど、一緒っていうか何二人二、うん、二役、一人二役だけどで S ディレクターさんをメイクさんがハルピオンにまたこんな S な企画させるんですねみたいな言ってくださるから それが楽しいそうそうそう、めっちゃ楽しいです。なんか基本的に何でもやりたいタイプの人間じゃないですか私って。そう、これもやりたいあれもやりたい、結構こう、もう自分で言うのもあれかもしれないんですけど好奇心旺盛タイプ女の子ちゃんなので、そうなんかこういういろんなことにこうチャレンジできる企画っていうのって結構好きです。だからこんだけド S なんですよとか言ってるけど楽しんでます、めっちゃめっちゃ楽しんでます。なんで全然なんか虫食べる以外ならうん、虫と激辛とかなんかなんていうんですかね、体調に害が加わりそうだって、激辛はさなんか次の日お尻痛くなるってよく言うじゃないですかそうだからちょっと体調にあれがねあるとね、こう私もねお仕事があるんでねあれなんですけど、ゆきりんさんね、確かにゆきりんさんの U-NEXT 見る回いつまででしたっけ、
これ配信2月4日まで、え、すぐ、意外とすぐ終わっちゃうんだ。2月4日までめっちゃ忙しいんですよね、うち。2日とか見れるかな。めちゃ忙しいなの。3日公演でしょ、4日ももしかしたらお仕事かもしれなくて。ちょ、見れたら2日に見ましょう。無理だったらごめん。バク転の後は全あんま、なんかバク転の後はそんななんかやばくはなかったかな、別に体、うん、ちゃんとストレッチもしたし。そうそうそう、そう、調査隊でも結構辛いの何回も食べてる。なんかテレ東さんは私辛いの食べれないって知ってくださってるんですけど、調査隊さんはまあもちろんなんかやっぱね、たもう食べるが主じゃないですか基本的に。そう、テレ東さんはまあ全然食べるだけが主じゃないから、そういろんな企画をして、まあ、食べることもあるよみたいな感じだから、なんか辛すぎるものとか辛いものとかは別にそのそこだけで盛り上がりを作るわけじゃないからさ、いいんだけどさ、調査隊はもうそのお店で一個盛り上がりを作らなきゃいけないから、もう食べるよね。だからもう調査隊のおかげで辛いもの食べれるようになるかもしんないうち。うん、なんか気づいたらカレー激辛とか食べてるかも。みんなごめん、調査隊の写真ゲットしに、え、絶対行ってください。マジで、あのひーちゃんの卒コン終わりにサインめっちゃ書いたんでうち。人の2倍かかるサインをめっちゃ書いたんで、生写真絶対当ててください。本当にお願いします。本当にお願いします。いや、そんな話はどうでもよくて、ひーちゃんの話しましょう。もうひーちゃんの話、ひーちゃんの話って言ってる。でもここにもコメント入りで嬉しい。ひーちゃんってほんと字綺麗。コメント入り、サイン入り、ちゃんとはるちゃんです。ここも嬉しい。私のひーの一番好きな顔はこのムニってしてる顔が好きなんですよね。本でかいよ、めちゃ本でかい。ムニってムニってしてる顔がかわいい。私もともと公式ニックネームはるだったんですよ。そう、ハルピョンとかじゃなくてハルだったんですけど、その時にこう、その時からやっぱヒーとかユイちゃん、あのユイユイとか、あとまあチューブエリアの、ね、あの幼組ユリとかクレナとか、あの一緒にいる機会が多くて、やっぱ最初のこう2、3ヶ月始まってすぐの2、3ヶ月とか4月5月とか、そうそうそう、4月5月6月とかずっとやっぱこう年齢も近かったし、で関東と一緒にやる機会も多かったり、イベントというか、まあなんていうんですか、レッスンとかを関東とやる機会も多かったりとか、あとはヒーとユイちゃんはチューブのお姉さんたちにこうかまってかまってしに行くわけですよ。だからチューブのメンバーと一緒にいることも多かったのね、ヒーとユイちゃんは。そうそうそう、だからこう一緒にいる期間が初期の頃に長いと、初期の頃は春だったから、こう春ちゃん春ちゃんってユイちゃんとかヒーとかクレナもそうだしユリもそうだし呼んでくれてたから、
ゆりはなんか今ピョンスケとか言ってるか、今っていうか言ってたから最後らへんはもうなんか誰みたいな感じだったけどそうそうそう、でも独特。そうだからそこらへんはクレナゆいゆいひぐらいかな今ずっと。はるちゃん呼びはすごいね、一つの写真集でいろんなあの方なん、いろんなカメラマンさんに撮っていただいてるのすごすぎ。なんか何書いてあっても全部韓国語でも書いてあるのがすごいマジで、うん、そうだから またここはちゃんと読もう、時間あるときに。腹渡がひっくり返るぐらい悔しくてめっちゃおもろい。サクッとサクッと読んでるけど今。かわいい。同じ顔。でもこのフェイスラインが違うから無理。ごめん。やめて。やめて。一緒にしないで。もうフェイスラインが違いすぎて。ひしょってしてる。やめて。ちょっと隣並べない。ダメ。ダメダメ隣に並ばせないで本当に悲しい気持ちになる。なんかメンバーって見れば見るほど顔ちっちゃいマジ。今日ゆきりんさんの顔のちっちゃさビビったもん。なんかえ何頭身ですかみたいな。ゆきりんさんとみーよんさん、え、何都心みたいなそう、ビビったマジで衝撃走った。じっと見ちゃいそうになりました。危ない、変な人になる変な人になる。今日はももちゃんの衣装を、私はその最初の赤色の衣装の時に着てたんで、気持ちはももちゃんも一緒に立ってました。今回ももちゃんの衣装が多かったかな、卒コンもそうだけど、うん、卒業コンサート、こう選抜の衣装が多かったりとかしたので、ももちゃんの衣装が多かったですね。どうしても君が好きだの
じゃない、撮影タイムか、撮影タイムの時に歌ったというか着てたやつとか。そうでもちょっとやっぱ身長的にも大きいからさ、そうちょっとだけなんか唇に Be My Baby 踊ってるあれとか見てたらなんかちょっと出てる T シャツ、 T シャツ何シャツ、シャツ出てたはずってなっちゃった。しゃあなし。でもももちゃんももう来月卒業でしょ、公演。びっくりだよね、まあ、本人がさ今舞台ばっかり、舞台ばっかりってかずっと舞台やってるからさ、こうなんか全然ももちゃんと今会えてないんだけど、びっくりだよね、もうすぐやんみたいな。ひーちゃんも卒業で、なんかあれ白いやつ、白い、メイクノイズとか踊った白い服の衣装の時もももちゃんの衣装だったんですよ。だからあれってそのネモハモのやつだから、マスクつけますかって聞いたらでマスクはさすがにつけなくていいですよねって聞いたら、マスクは大西専用だから大丈夫だよって言われた。さすがにマスクは大丈夫です、私死んじゃいます、マスクつけたら。メイクノイズでもうすでに、メイクノイズのイントロで死んじゃいますそう言ってた、大丈夫だよ、あ、よかったです、ありがとうございますそう、マスクしてたら視認しづらい、え絶対視認しやすいでしょ、だって顔の半分白い人がいるんですよ、ステージの上に。絶対一番目立ったよ、うち、うん、一番目立つよそうだよ。でもさすがにあれでメイクノイズ、僕たちは戦わない、言い訳メイビー、抱きしめちゃいけない、夢へのルート、なん私たちのリーズン、あのメドレーやって最後スクラップ&ビルドまでやったら死ぬ死ぬぶっ倒れる、最初からぶっ倒れる。テレレンレンテレテテレテレドゥンドゥルドゥンドゥルドゥンドゥルツツツツツツドゥルルドゥドゥルウォーウォーウォーイェー、メイクノイズでもぶっ倒れる、後ろの 2.5 で、下手の後ろの 2.5 でぶっ倒れますでもレッスンとかマスクしてんのにね、不思議だよね、なんでなんだろう、まあ、やっぱ本気じゃないよね、そりゃやっぱ本番が一番、投資の時はモチベ上げるために、年はね本気で踊るけど、モチベ上げるためにメイクしていくから、別にいいわね。ねえ気づいたら半だった、配信終わります。レッスンマスクしてますね、だって、まあ、まずすっぴんで行くじゃないですか、嫌だったから、そうメイクすんのてかメイク落とすのが一番めんどいから、そうです、すっぴんでいくんですけど、そうなんか普通に風邪予防とかじゃなくてすっぴん隠し、そうで普通にすっぴんで映る自分の顔が嫌すぎるからそうだってみんなメンバー可愛いのにさ、そうだからすっぴん隠しのためのマスクって感じ。うん、明日波動、皆さんエナジーお願いします。ちょっとのんちゃんとあやみんが何なのか分かんないんであれなんですけど、多分私はシールドを貼ると思います。よろしくどうぞ。
いや配信は私の顔しか映ってないし、私のことを好きな人しか見てないじゃないですか基本的に。そうでもレッスンはまず周りがみんな可愛いし、可愛い子を見て育ってる人たちしかいないから、可愛いの基準がバグってる。本当に可愛い人が可愛いってなる。そしてなんかスピンで映る自分の顔のモチベ下がる、だからマスクしてる。レッスンの時は基本的に。でも投資はなんか、まあ、なんて言うんですか、その頑張るぞっていうモチベ上げのためにメイクしたり、あとはちゃんと踊るからマスクしたらなんか死んじゃいそうだから、そうだからマスクしないでいいためにメイクしたりって感じかな。この間のひーちゃんのコンサートはそんな感じでした。ということでありがとうございました。配信見ていただいて。眠いね、ここ最近毎日早起きだったから。あ、まあ、20、昨日はそうでもないか、昨日はしっかり寝ましたでもちょっと疲れ、疲れ人間なので。しっかり寝たいと思います。2020の、まあいいや、これも今じゃなくていいわ。ということで、結局なんかすっごい長い時間配信しちゃった。ありがとう。ランキング読みます。1位マタリアットラーメン好きのジジイさんどうした、おじいちゃん2位赤いゾウさん、3位エイダッシュアットピョンズさん、4位テツヤアットハルピョン大大大好きさん、5位トラックヤローアットゴリさん、6位ネバーストップアット明日から波動僕対連続参加ありがとう、7位マックミックさん、8位ギャローさん、9位鉄道のエイトさん、10位フミオさん、11位一乗寺ヒカルさん、12位アシュラアット明日は波動頑張るお姉さん、13位イバジュンさん、ありがとうございます。今日ユイリーさんに、聞いてください、私ユイリーさんともうここ最近ずっと一緒で、卒業コンサート、まあ、レッスンも含めたら、まあ、あれそれはそれなんですけど、普通にお仕事的にも卒業コンサートで、昨日ゆきりんさんのソロツアー行って、今日ヒーでしょ、ソロ卒業公演で、明日波動で劇場僕隊だから、ずっとゆりさん一緒ですねって、ずっと一緒ですねって言った、そうですねってめちゃバカにされたゆりさんに嬉しいですかって聞いたら、嬉しいですよめちゃ、あ、子供扱いされてるね、あんま変わんないのに年齢あんま変わんないのに子供扱いされてる。でもゆりさんもすごい忙しそうだったからさ、ここ、まあ、もぎさんのね卒業公演とかもあったりとかして、すごいいろんな曲を頭に入れて、なんかすごいいっぱいいっぱいそうだったから、ちょっとは
っていう気持ちです。あれねえ、まあいいよ。写真さ、 AKB って書いてない。みんなのには書いてあんのかな、写真フィルム。うちらのだけ書いてないの。もう別にいいんですけど別にいいんだけどさ、書いてなかった。ということで皆さんありがとうございました。またおぶな、帯破れるとこだった、危ね。また明日は、迷ってます今。終わって明後日レッスン早いんだっけ。明後日レッスン早かったら夜はやん、あでも優勝したらやるかも。うん、明後日レッスン早いから多分夜はやんないけど、優勝したらします。5分だけでも。なので皆さんぜひ優勝できるようにエナジーいっぱいください。でも多分普通に朝昼間やります。あさって忙しいんだ。なのでそれではおやすみ。みんな配信見に来てくれてありがとう。それでは最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで9331盛り上がりの皆さんにきっと期待をお届けしちゃう、というわけで出身アルピアコタージュのダラナでした。皆さんありがとうございました。やばい、脳みそで考えなくてもキャッチフレーズやってる今。おやすみなさい、バイバイ、ありがとう、寝ます。お風呂。